フローでケルンはドイツのバンドで1966年から1983年まで活動しクラウトロックと政治風刺音楽のパイオニアとみなされてきた。1970年代の初めにある程度の成功を収めた後バンドは1983年になって解散した。このグループはケルン大学の過激な演劇を学ぶ学生たちの グループによって1966年に結成された。1968年にリリースされた彼らのファーストアルバムであるベトナムはベトナム戦争に対する厳しい批判となっている。このアルバムから得られた収益はベトナムの慈善団体に寄付された。彼らは消費者社会を風刺し、若い労働者や土地にメッセージを伝えようとした。彼らの音楽、 特に歌詞に感銘を受けたロルフール・リヒ・カイザーは続く2枚のアルバムロコッパー・プロフィットギエとラッキー・シュトリックをプロデュースすることに決めた。その音楽スタイルはクラウト・ロックであると考えられている。1966年からのバンドメンバー、その他のメンバー、ありがとうございます。